はい、というわけで今回はこちらハードオフ巡り京都編という形で、今回ハードオフ福知山店の方に行ってみようと思います。ちょっとこちらの方遠いので今回行ってみようと思いました。はい、それじゃあ果たしてどんな出会いが待っているのか。ジャッジメンタイっていう形でいろんな出会いが待ってると思うので、 VTR スタートで、階段上がってすぐにあったのがこちらのフィギュアたち、 BWFC 懐かしいですよね。最初のあのジオラマタイプのあのタイプの方からはささん変わってないので、でこちらは怪獣のフィギュア、でこういった高額タイプのフィギュアも置いてました。こちらスパイファミリー、一時期高かったんですけど、もうこの辺ぐらいからお手頃価格になったかな。でこちらのこの胸像フィギュア、これめっちゃいいんですよ。でも値段だいぶ落ち着いてきたみたいですね。でまさかまさかの探偵物語、工藤俊作、そう伝説の増田優作のドラマですね。それの最終回の衣装となっています。これなかなかいいんですよね。さあさあ持ってたんですけど、ちょっととある事情で捨てられちゃってないんですよね。これいいな。でこちらの店舗さんはこのゲームはないっておっしゃってたんですけど、これが置いてたのでちょっと気になって撮影してみました。さらにディグダグ大好きなんですけど、よく見るとドルワーガーの塔もあって3つのゲームが楽しめるというタイプのものでした。でこちらは仮面ライダーブレードより仮面ライダーカリス、アーマーがつけれるタイプみたいな感じなので、当時持ってたんですけど、さっさん不器用なんですぐにポロポロ取れちゃうんで、やっぱりこういうタイプのフィギュアは苦手だなっていうのが印象でした。はい、でこちらは一番くじの仮面ライダーフィギュア、これめっちゃ良かった、欲しいなと思って見てました。でこちらは、仮面ライダーウィザーとかポージングもめっちゃいいんですよね。しかしむちゃくちゃ安い。仮面ライダータイプでフィギュア集めるなら一番口がいいのかもしれないですね。これいいな。で見つけたのがこちらオーガス、これ見るとワクワクするんですけど、プラモデル持っててポキッといっちゃったトラウマがあるので。で当時のやつはこういうおもちゃメーカーとタイアップしてるので、こういう変形が結構メインのものが多かったですね。でこちら気になったのでちょっと裏を見てみたら、宮脇専務さんが出てたので、これなんか結構いいのかなと思って見てました。ちょっとこの辺ささん詳しくないのでごめんなさい。でプラモデルのコーナーを見てたら宇宙戦艦ヤマトがあったので、デスラー戦闘空母か、デスラー好きでしたね。
っぱ箱絵見るとワクワクするね。でこちらは渡るか。渡るも好きでしたわ。こういった商品も置いてましたね。お、これはと思って見つけたのがこちら、特装戦隊デカレンジャー。そのヒロイン2人のうちの1人、ジャスミン、木下あゆみさんの、フィギュアがありました。ん？おやと思いつつ見てたんですけど、確かデカレンジャーって20周年になってて、新しい V シネマか何かがやられるそうなんで、よかったら見てください。でこちらは梅子。こちらのフィギュアもあったんですけど、あ、2つセットでいいなと思いつつ、皆さん何かお気づきでしょうか。ジャッジメントタイム。マリアナイザーに対してはスペシャルポリスの要請により遥か銀河の盾。こちらのやつは、クレヨンしんちゃんのいわゆるボックス販売してるんで、これ一つ買ったら全部揃っちゃうっていうやつやと思います。シークレットとか入ってたらごめんなさい、ちょっとわかんないです、ごめんなさい。これ前から欲しいなと思ってたんですけど、ちょっと今回は諦めました。でこちらはスーパーロボット対戦の、コマドラ V のも音声が出るタイプのやつらしくて、これも結構古いもので、あ、こんなんあったやなと思って見てました。なかなか面白い商品がありましたね。でフィギュアの方もあったんですけど、これ僕ちょっと知らないんで、もし知ってる方おられたら教えてほしいんですけど、手塚治虫先生のキャラクターやったかなと思って、ソフビなのかフィギュアなのかわからないですけど指定してみました。でポピニカのライディーン。で奥のなんか戦隊もののやつとかが気になって撮影してます。で懐かしいなと思ったのがこのよろしくメガドック。メガドックの印象といえば、コンピューターは熱に弱いそれが記憶ですねナーチさんとかおったから、なんかそんな感じで覚えてます。でこちらは、ブックオフさん。ブックオフさんの本を撮影させていただいたので、こういうレトロゲームがあったので撮影してます。エリア88、これはアーケードバージョンさすがにやってましたね。こういった感じでレトロゲーム結構いろいろありました。
で、さらに気になったのがこちら、マジカルタルルート。なかなかお求めやすい値段じゃないのかな。これ裏技で結構あのタルルートくんで言えばちょっとエッチな裏技があったのを記憶にありますね。ゴルゴ13、この辺りもありました。この北斗の剣持ってたかな。サッカー持ってましたね、このクニオくん。皆さんは持ってたソフトとか懐かしいソフトありますか？もしよかったらコメントの方を書いてみてください。結構いろいろレトロゲームこちらのブックオフさんあったので見てて楽しかったですね。レッドアリーマとかもあったんで結構良かったですよ。この、 あのミュータントタートルズ、これもいいですよね。なんか結構ささの地元であんまり見ないようなソフトもあったので、結構こちらの店舗さんも良かったです。で、気になったのはなぜかこのKバイトこういうあの競馬の予想ソフトで当たるんかなと思って、佐々さん実はやったことあるんですけど当たんないですよね。で、あの値段めっちゃ安いのなんでかって言ったら、結局新しいデータ入れないからその当時のものしかできないんで、どうしようもない形になるんですよね、ああいう予想ソフトに関しては。で、FF の箱付きもありました。こういう人気のナンバーも結構値段高くなってきてますもんね。結構多いっすよね。箱もそこそこ綺麗だったかな。スパルタン X 好きでしたわ。ちょっとサッサンそのカメラワークむちゃくちゃ悪すぎてごめんなさいこのパチオンコのパチオコもやってましたね。で、ワンダープロジェクト、これはやったことないんですよね。でもなんか楽しそうですね。この AI がそのキャラクターで、キャラクターがいろんな表情をするみたいな。任天堂64自体は持ってなかったので、ちょうど他のあのゲームメーカーはあのディスクの方に行ってるのに、あのロムカセットにこだわってたので、もう64はええかなっていう感じでさすがに買わなかったんですよね。さんまの名探偵も面白いですけど、むずいんですけどね。本当どこ撮ってんだろうねで、こっちあの映像関係、未来少年コナン、これは名作なんで、もし見たことない方おられればぜひ見てほしい。これはね、今でもワクワクする作品です。コナンがちょうど昔の のび太くん、あとはあの三悪トリオの、女性の悪の人、魔女さんとか、あの人が声の担当されてましたね。でスカイライダー、
これスカイライダーって言うけど、最初のタイトルスカイライダーじゃなかったんですよね。で、何を見てるんか言ったらガンガンジーなんですよこのガンガンジーがこのスクーター乗ってること自体もう笑えるんだけど、なんかね、憎めないキャラクターなんですよ。ガンガンジーの装備欲しいなと思ってます。で、見つけたのがこのガリアン。やっぱね、塩山のりおさんのこのイラストがほんとたまんなく好きで、これ見たさに欲しくなりましたもん。ガリアンもすぐに放送がもう打ち切りって決まったんで、途中半ばで終わっちゃったのが残念でしたけど、まあビデオで保管したっていう形ですね。で、こちら気まぐれオレンジロード、それにフィギュアがついてるっていうのでちょっと気になって見てみました。はい、こんな感じです。はい、いかがだったでしょうか。ちょっとササン王将でパワー貯めて次の動画も作っていきますので、今しばらくお待ちください。